It's time for the Wiper Evening News. Let's see what's coming up this week. Let's go. こんばんは。3月29日ワイパーニュースのお時間です。今週もですね、たくさんの商品、新商品、再入荷、続いていますので、順にご紹介していきたいと思います。はい、ということでまずはですね、3月23日の、再入荷をご紹介していきたいと思います。こちら実物のアイテムたくさん入ってますね。まずは、デッドストックのスイスのシビルディフェンスのワークパンツが再入荷しました。こちらはですね、非常に、昨年から人気継続しているようなパンツでございます。まあ、比較的薄手なので今からの時期に履くにはちょうどいいかもしれないですね。まあ、このように実物の、デッドと、ユーズとか入荷しております。他にはですね、これはちょっと今からの季節は少し暖かすぎるかもしれませんが、希少なですね、実物デッドストックの米軍の NCB も再入荷しました。他にですね、こちらデッドストックユーズと、他にも、エクワックスのですね、ジェン2のオーバーオール、これはですね、まあ、冬のアイテムではあるんですけど、このフリースのオーバーオールですね、結構そのキャンプとか好きな人からですね、このパンツすごいいいよというふうによく お言葉をですね、いただいております。まあ、この何年生という意味では火には弱いかもしれないんですけど、結構そのパンツの上から保温性が温かいオーバーオールということで着脱しやすいようなパンツということで、結構そういったような用途にも使えると思います。他にはですね、米軍から M65 のフィールドジャケットのライナーも多数入荷しております。まあ、ユーズドであったりデッドストック、他にボタン付きボタンなしとオリーブカラーのものがバリエーションで入っております。他にはですね、エクワックスから、ジェネスリーのフリース、ホリッチとコヨーテ。こちらもですね、ユーズドなんですが、ユーズドとですね、ファーストクオリティが入荷しております。ファーストクオリティはですね、まあ、その新古品というか、まあ、非常に、コンディションとしてはほぼ新品なんですが、一応使用感のあるユーズドということで、あまり数が出回らないんですけど、再入荷したらですね、すぐに売り切れてしまいます。まあ、当然デッドストックもあるんですけど、結構値段と品質のバランスのいいファーストクオリティは特におすすめです。まあ、季節ちょっと関係なくですね、フリースはあった時に、いいサイズがあればですね、ぜひ購入をおすすめします。続いて次、3月22日はですね、こちら待望のイギリス軍からですね、ライトウェイトファティーグが、カーゴと通常のですね、ファティーグと2型入荷しております。まあ、ユーズドコンディションなんですけど、これもライトウェイトっていう名前の通りですね、今からの時期非常に、履きやすいようなパンツだと思います。結構これはですね、使い勝手がいいというか、結構これ僕も知り合いとか何本持ってる人いるんですけど、みんな困ったらこれ履いてるみたいな感じで、結構、まあ、特にこのこれからの時期はですね、重宝するようなパンツだと思います。他にはですね、こちら、これはですね、先日から、ヨーロッパからのですね、入荷で、海外入荷でも、ご紹介したんですけど、イタリア軍のアイテムが多数入荷しております。まずですね、イタリア軍のパラシュートジャケット、これはですね、素材が珍しいコットンサテンのものになっております。他にはデッドストックのこのウールの質感が特徴的なですね、ウールのホスピタルのジャケット、パンツ、まあ、これはセットアップでも着られるような、かっこいいようなジャケットになっております。他にですね、これも非常にですね、リクエストを多くいただいていたデッドストックのフランスの森林警備隊のリバーシブルベスト、まあ、ジレの形状なんですけど、素材がフリースになっていて結構カジュアルな印象強いアイテムです。他にはですね、デッドストックのフランス軍の60年代のですね、ウールシャツも入っております。これも結構ヴィンテージな質感が特徴的なデッドストックのシャツですね。でこちらも、フランス軍のですね、これ士官学校だったかな、ネイビーのですね、スクール向けの、スウェットシャツになります。まあ、非常に、可愛らしいようなレトロな雰囲気で、ラグランスリーブで、これは素材が裏毛だったかな、今からの時期も、ちょっと肌寒い時に着るとちょうどいいようなレトロな感じのスウェットでございます。で他には、3月22日はですね、他にもたくさん入っております。まずですね、イタリア軍から EI1 のこちらがですね、デッドストックのボタンフライとジンパーフライ2型入荷しております。まあ、シンプルな血のトラウザーですね。で他にはイタリア海軍からサブマリンの半袖シャツ、後ろのヨーク使いが特徴的な白のシャツになっております。他には米軍からですね、 M51 のパイルライナー、まあ、これはですね、いわゆるモッツコートと呼ばれる M51 のパーカー、それの中に装着するような、ライナーになっております。キルティングのライナーに比べてですね、結構生地の質感がですね、パイルと呼ばれるようにですね、ガシガシっとした素材になっていて、まあ、1枚で着てもですね、結構インパクトあるアイテムだと思います。他にはですね、グッドオンとニューエラからも定番アイテムが再入荷しております。
続いて3月21日はですね、こちらこれはですね結構個人的に非常におすすめなんですけど、 LL ビーンからですね新作のスリッポン、いわゆるローファーですね、入荷しております。まあ、リアルレザーで非常に革の質感も良くてですね、これしかもこの金額もですねかなりお値打ちになっております。非常に雰囲気のいいようなレザーの質感を使った、しかも老舗の LLB のシューズということで、これからの季節ですね結構丈短いパンツに結構素足で履いてもハマるんじゃないかなと思います。おすすめです。セクシーなシューズだと思います。他にはですねアメリカで人気のミステリーランチからですね、まずクーリーの50、そしてクーリーの30と大小の、まあ、大小って言ってもこれは中くらいとさらに大型っていうような感じですかね、バックパックが2カッタ、さらに、ウィングマンハイドロというですねボトルポーチ、他にはですねウィングマン AFP と呼ばれる、フラップ付きのですね、まあ、ウェアラブルデバイスだったりとかを入れるような収納ポーチ、もう少し大きめなですねマルチポケットと呼ばれる、これはまあ結構いろいろ多目的に入れられるようなポーチですね、バックパックと、互換性のある拡張性の高いポーチが多数入荷しております。他には、こちらはですねこれはまあちょっと冬のアイテムにはなってしまうんですけど、米軍のレベル7のですねパンツも再入荷しました。他にはですねフランス軍のショートウィンドジャケット、これはですねこの胸の切り替えとこのなんていうかエポーレットの形がですね結構この80s とか 90s っぽいようなちょっと肩幅広めな特徴的なデザインになっています。まあ、これある意味着こなせたらすごいおしゃれかもしれないですね。 LL さんにぜひ着てもらいたいですね。他には、こちらデッドストックのですねイタリア軍のトレンチコート、キルティングのライナーがついていますね。まあ、非常にシンプルで使い勝手のいいようなネイビーのコートです。他にはですね米軍から、トリガーフィンガーミトンということで、こうニット地の、トリガーミトンということでこの指が出せるタイプの人差し指だけがですね別になっているミトンが入荷しております。他には、ロシア軍からキャンバスのショルダーバッグ、グッドオンからもですね定番の T シャツが複数再入荷しております。続いて3月17日はですねこちらワイパーインクから新作のですね IPFU のフィットネスジャケットとパンツが販売開始しました。こちらですね非常に好評いただいて、現在ですねパンツはすべて完売、ジャケットもですねいくつかのサイズ残すのみとなっております。これに関してもですね再生産を近々またかけたいと思っていますので、買い逃された方はぜひよろしくお願いします。他にこちらは、アメリカからですね米軍のデッドストックの、ポーチとストラップが入荷しております。これは先日中村がですね海外入荷でご紹介させていただいたんですけど、このストラップとですねこのファーストエイドキットのポーチを、取り付けることによってですねミニショルダーみたいな使い方ができます。でちょうどスマホも入るということなんで、まあ、これからその薄着になる季節にですね首から下げるようなちょうどいいようなバッグとして使えるんじゃないかなと思います。結構これはセットで買われる方も多かった印象です。他には3月17日はですねこれ特価でも販売させていただいた、米軍のですねモール2のウエストパック、ACU 関門のスリングパックですね入荷しております。他にはイギリス軍からシンプルなフィールドシャツ、プリズンブルースからはですねヒッコリーストライプのワークシャツ、その他グッドオンからも定番で販売しているカットソーがですね多数再入荷しております。はい、ということで駆け足でしたがニュースオブウィークスということで今週先週の新入荷再入荷をご紹介させていただきました。続いて CM の後はですね LL ウッドのコーディネートのコーナーです。最近ですねこちらのコーディネート企画もですね、まあ、LL ウッドのこの着こなしハウトゥーみたいな感じでコメントを多くいただいていますので、気になるようなこれ良かったなっていうようなコーディネートありましたらですねぜひコメントお待ちしています。はい、皆さんどうもこんにちは、ワイパーのエレルトです。今週もやってまいりました、エレルトのですね新作を取り入れたスタイル提案のコーナーでございます。それではですね今週も早速やってまいりましょう。3、2、1。
まず最初のアイテムはこちらです。イタリア軍から放出されたホスピタルウールパンツでございます。まあ、こちらのウールパンツで言えば、まあ案外ですね、ちょっとチクチク感とかそこは心配されるかと思うんですけれども、こちらに関しては今自分ですね素肌で履いてるんですけれども、結構ですねなんか履き心地よく履いております。非常にですねシルエットがめちゃくちゃ優秀かなと思いまして、まだ季節的にはね、ちょっと早いかもなんですけれども、こういった感じでもう無駄のない、ちょっとこうねシルエットで、さすがもう眉毛と言ってるイタリアシルエットかなと思います。もうちょっとよりテーパドがちょっとよかかったようなシルエットで、こういったですね色合わせのこのペニローファーの合わせても様になっているんじゃないかなと思います。ちょっと肌寒い時期とかにはですね、自分みたいな感じでシンプルな T シャツにタックインしたらですね、このパンツの良さがもうより引き立てれるんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。軍物あるあるで、あるうちにゲットした方が正解だと思います。はい、続きましてはフランスの森林警備隊から入荷しましたリバーシブルベストです。こちら先日ですね中村の入荷動画でも、お見せしたところ、皆さんからですね非常に反応の多かったベストがようやく販売スタートしております。こちら何としてもですねこういった感じの、まあリバーシブルっていうのもあるんですけれども、このジャストフィット感のこのね何とも言えないこのベスト感、いやこれちょっと、ね、いいですね。であと先ほどですねこのイタリアのこのホスピタルパンツでちょっとね補足しますと、ここに後ろにですねレースアップのアジャストがついてるので、よくちょっとヴィンテージとかでよく見られる仕様なんですけど、まあちょっとある程度ウエストも絞れるような仕様にはなっております。じゃあそしてまあ本題ベストに戻りまして、こちらですね良くないですか。まあ先ほどとですね同じコーデにこのベストを羽織っただけなんですけれども、この存在感抜群のベストがですね、もうなんていうのかな、コーデの主役を、さっきまでのシンプルだったコーデの主役を全部こっちに持ってかれてしまいました。それぐらい、素敵ななんかねベストで存在感抜群だと思うんですけれども、色合いもいいですね。やっぱブラウンとこうやってね、あとこの森林を感じさせるのが分かります。なぜこの同じコーデをしたかって言ったら、このアースのこの土カラー、そこのゴリがこれがあれですね木のカラーを入れることで何にも喧嘩しない自然な声で色味になっているんじゃないかなと思います。早速ですねこちらリバーシブルも一旦着用してみたいと思います。はい、こんな感じでリバーシブルに着てもですね結構何にも違和感なくさらっと羽織れるような、素敵なベストかと思います。まあ、今はですねちょっとシンプルなコーデにしたんですけれども、例えばデニム好きな方でしたらデニムパンツ、上シャンブレシャツ、そして上にこのベスト羽織ってデニムジャケット羽織ってみてください。もしくはバブアとかですね、もうそういったバブアを持てる方だったら間違いなくそのねセージグリーンとかいろんなものに合わせやすいベストかと思いますので、真夏にはちょっとかもですけれども、やっぱり秋、春、あと冬、3シーズン使えるようなそういった素敵なベストかと思います。これもですね販売時期逃すとまた次の入荷いつになるか分かんないので、先ほども言ったように入荷した時が買い時です。でははフランス軍からのですね1960年代のウールシャツが入ってきております。なんかサファリシャツっぽい感じでですね、こっちのエポレット付きと、あと大きめのなんか胸ポケットが特徴的ですね。まあちょっとこれにですねチノパンティー合わせも素敵だと思うんですけれども、先ほどから履いてるホスピタルのですねこのブラウン、濃いめのブラウンとの相性も非常にいいかと思います。でもまあそのね合わせ方はちょっと分からないという方は、まあブラックだったりとか、あとはまあもしくはデニムとも合わせいいかなと思います。その代わりですねこういった下とかはちょっとこうね切れ目のブーツとかそういったを合わせると決まるんじゃないかなと思います。はい、続きましてはこちらのパラシュート、イタリア軍のパラシュートジャケットでございます。まあ、先ほどのですねコーデにちょっとざっくり羽織ってみたんですけれども、もうハマりますね。やっぱりこちらのですねやっぱブラウン全体的なですね色トーン合わせることだけでもですねちょっとアイテム関係なく結構ハマる
のスタイルになるんじゃないかなと思います。こちらのですねイタリアの、パラシュートジャケットの場合はここら辺ですねちょっと高め の, あのウエスト部分に、ちょっとゴムが入ることによって後ろから見た時のこの足長効果、あとここからね広がるので足長効果は非常に期待できるような、そういったですねミリタリージャケットならではではなく、やっぱイタリアのミリタリージャケットならではのこのねオシャンティなあのこういったシルエットになってるんじゃないかなと思います。あとこちらのですねスタイリングポイントは全て先ほどと一緒のようには見えるんですけれども、ここにですねちょっとまあこの土臭さっていうか、まあそのねだいぶそういったアイテムを持ってきてますので、ここの先からはですねちょっとカジュアル感を出すためにあえてベルトしてなかったんですけれども、今回はちょっときちんと感を出そうと思ってここにウエストベルトを持ってきております。もちろんベルトは下と、廊下とは色合わせをしております。以上です。はい、続きましてはちょっとですね、ちょっといい珍しいアイテムが入荷しております。フランス軍の士官学校の軍事高校のスウェットシャツでございます。このねラグランスリープといい、このなんかねこのネイビーから多分もうおそらくもうより濃いネイビーだと思うんですけれども、ちょうどフェードされて、まあ、いい感じのフェード感になっているこのネイビーから、もうねスウェット好きにはたまらない、そういったシルエットじゃないかなと思います。もうねラグランスリープのスウェットやっぱいいですね。で、あとの先ほどのブラウンと、あとこの、ね、空カラー、もうちょっと、まあ、今日は本当にアースカラー多めで取り入れてはいるんですけれども、まあ、やっぱりですね相性は非常にいいですね。このずっしりしたですね土のイメージ、土の上に空、まあ、イメージはそういった感じですね。わかります。そしたら安定感が生まれます。要は逆だったらちょっとですね不安定な感じになるかもですけれども、色的にもうなんかね皆さん想像してみてください。世の中のこうやってパーッとなんか自然界を見た時にもう下は土ですよね。まあ都会はコンクリが多いと思いますけど、土のねブラウン色で、そこがーっていったらそこ山があるところは山の色が見えますね。でその上にこういった空、このね3色合わせてなんかこの順番通りで組んでいくとなんか色って安定してコーデもそれで決まるパターンが多いんですよ。まあ色によって決まるコーデなんですけれども、まさにこれがこういうコーデで、下が土でした土、上が空で、そしてですね全体的なバランスは間違いなく決まるんじゃないかなと思います。はい、今日のコーデ以上です。はい、皆さん、いかがだったでしょうか。今日のコーデ、途中からへもう手抜きじゃねえかよとかそういった感じてる方がいらっしゃったかもなんですけれども、今回はこのブラウンパンツ1本を使ってどれだけですね、着回せるかっていうところをちょっとね、実験的にやってみました。やっぱりこういったシルエットのいいパンツ、ブラウン色があっても普段多分ねブラウンカラーをパンツ持っていらっしゃるかと、そんないらっしゃらないと思うんですよ。大体デニム、ブラック、あとまあちょっとね血のパンとかそっち系が多いと思うんですけれども、一見普段とは違うこういったねブラウンカラーを取り入れることによって、まあそのブラウンなので先ほど言ってたですね自然カラーですので、まあそういったグリーンだったりとかこういったネイビー系とかブルー系とのアイテム、あとこうして先ほど一番最初に合わせたこういった白だったりとかのアイテムが抜群にいいのでですね、色でちょっと遊びたいなと思っている方はぜひ取り入れてみてください。普通より普段のコーデより、まあ多分 2,3 倍は楽しくなると思います。それではでは、また次の日まで、あ、次の週、次のスタイル提案の日まで、さよなら、バイバイ。はい、エルエルトさんありがとうございました。パンツの着回しみたいな感じで、これはですね1本持っておいて、まあ、同じパンツを着回してトップスを変えるということで、結構参考になったんじゃないかなと思います。まあ、皆さんもですね鉄板ボトムス持っている方はですね、逆にこうトップスを日替わりでいろいろ変えてみるようなコーディネートも面白いかもしれません。はい、ということで、ワイパーニュースでした。また来週。